で、まあ肝心の皆さん気になるドロップだと思うんですけど、はい、皆さんこんばんは、ベイビーティーです。今日はですね、前回こちらの YouTube チャンネルでアップロードさせてもらった浜崎あゆみさんのフェアリーランドですね、僕ベイビーティーリミックスの解説をしていきたいと思います。こんな感じで曲を作るんだっていうのが皆さんに分かっていただければいいなと思うので、ぜひ一緒に見ていきましょう。はい、というわけで、フェアリーランド、浜崎あゆみさんのフェアリーランドをリミックスさせてもらったんですけど、今ね、あゆクリエイターチャレンジということで、全国のクリエイターの皆さんがね、こうやってリミックスをしたりとか、一緒にアカペラに合わせてボーカルをかぶせたりとか、ギターでアレンジしてみたりとか、ピアノ弾いてみたりとか、いろいろやってるんですけど、僕は DJ プロデューサーとして今回ダンスリミックスをさせてもらいました。最初に完成からこちらです。はい、という感じで、2011年12年ぐらいにもう EDM とかね、プログレッシブ、こういうプログレッシブハウスというジャンルですけど、プログレッシブハウスが超全盛だった時みたいなイメージで作ってみました。ドロップはもう開放感マックスで弾けるように、そして最後ね、終わりは切なくノスタルジックな感じで終わらせているんですけど、今回、皆さんに説明させてもらうのはエクステンドミックスといってね、前回これも動画で説明させてもらいましたが、プレイしやすいバージョンを作り直してみましたので、こちらで説明していきたいと思います。はい、まずね、フェアリーランドのアカペラなんですけど、こんな感じ。はい、みたいな、あの往年のねボーカルがこのアカペラで楽しめるということで、あの海へと続く道のり無邪気に。はい、で、僕ボーカルに関してはね、これネクター3というアイソトープのね名作ですねを使ってやっています。これは自動でボーカルをプロセッシングしてくれるんですけど、まあこれ自動だとちょっと一定になりがちなので、僕に関してはちょっといろいろと勝手にいじっております。 でも、まあ元々完璧なアカペラなのでね、これ、浜崎あゆみさんのチームが配信用に使っていいよっていうぐらいのアカペラなので、かなり高クオリティだったんで、あんまり やることやってないです。自分の好きな音質に近づけて色づけたみたいな感じですね。で、コンプも少ししかかけておりません。で、僕いつもボーカルにね、ビットウォーマーって少しだけ歪ませるサーチュレーションみたいなのを使ってるんで、ちょっと歪ませることで、歪ませるっていうか少しパンチを与えてます。はい、これは僕の曲はどれでもビットウォーマー入れちゃったりしていますね。で、 EQ はこんな感じ、少しだけ上を叩いているぐらいですかね。少しなんていうのかな、ダンスミュージックっぽくアレンジしたよっていうぐらいの感じになっています。はい、サビから作りました。はい、で、サビはですね、もちろんこんな感じ、もちろんこれなんですけど、はい、で、サビはこんな感じなんですね。一番最初にここのサビの部分から作ったんですけど、サビはこんな感じです。はい、こんな感じで夏が似合いそうな、太陽が降り注いでくるようなイメージの音色をここで使っています。一個ずつ見ていくと、はい、こんな感じ、ちょっと可愛いやつと、はい、少し下の方、中低音があるやつと、広がりのある音、
それを支えるまあパッドみたいなもんですかねを合わせてこちら、はい、になってます。でまあこの辺ねいろいろとこう使ってプロセッシングしてるんですけど、そして、ベースですね。ベースはこんな感じなんですけど、一個一個見ていきます。で、サブベースですね。あ、こっちか。サブベース、こんな感じで、まあ、サブベースほとんど聞こえないと思うんですけど、僕作曲始めるときにね一番困ったのはこのサブベースなんですね。あのなかなか大きいスピーカーじゃないとサブベースって再現できないので、サブベースを調整するときに僕は基本的にはスペクトラムアナライザーというアナライザーを使いながら耳で聞きながらってやってるんですけど、まあヘッドホンで聞いたりとかなるべく拾うようにしています。まあただこれもちょっとねマニアックな感じになっちゃうんで、はい、今置いていきましょう。サビのね、歌サビの半分からこんな感じになってます。はい、という感じで歌サビの半分から、リードシンセと言われるドロップに入ってるメインのリードをここから薄く鳴らしてるんですけど、こんな感じで鳴らしてます。はい、コード感を司っているシンセとさっきみたいなね爽やかな太陽をイメージしたようなシンセサイザーの音とこのリードを合わせるとこんな感じです。はい、こんな感じで、リードシンセがね徐々に入ってくるのと一緒にこれ実はかなり、空間に飛ばしてるんですね。リバーブというのをかけて、お風呂の中みたいな、効果をつけることで、後ろの方とか左右の大きい広いところからだんだんこうシュッとねドロップに合わせてスッと来てドロップですごくエナジーが感じられるような作用をしております。なので一回ちょっとボーカル抜きで聴いてみてもらいますね。という感じですね。このリードシンセが最初は多分本当にお風呂場の中、広いお風呂場でホワーンとなってて左右に大きく広がっているところからドロップが来た瞬間にスッとねみんなの顔の前というかに急に来たと思うんですよね。これはもうボーカルの代わりにリードシンセをいきなりこうスッと出すための作用ですね。はい、今の2つに加えてこの辺、こういうバイオリンの音なんかも入ってます。バイオリンが入ったりとか、はい、こういうまあプラックっていうんですけどね、雰囲気を司る音が入ってたりとか、はい、これもストリングスの、ストリングス帯ですね、なんかたくさんなってるような感じをいろいろ重ねています。で全部聞くとさっきみたいな感じになってるんですね。はい、っていうこのスネアのねタンタンっていうスネアとクラップですね。はい、でこれも、クラップは少し、リバーブお風呂場の中みたいな感じで広げています。で空間に、いるフワーンというクラップとしっかりタンって叩いてるスネアを重ねることでより広がりのある音の中にも中心にいるぞみたいな感じの作用ができます。まあ言葉で言うと何て言うか分かんないんですけど、まあこんな感じなんですね。はい、で、サビの部分はなっていますね。あとはまあそうだね、これとかも入ってますね。はい、このパン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 ってこれもプラックっていう音なんですけど、これに関しては、ディレイをかけて、
遅れを出すことでパン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 っていう風に後ろまで引きずってるような作用を出しています。これ出すと結構ね、エモーショナルになるんですね、急に。なので僕はよく使っています。でベースラインに関しては結構歌うようなベースラインにしているというか、こんな感じで結構ベースがこう動いている、ベースラインがこう上下にこう動いて、これ見ててもらっても分かると思うんですけど、動くようにして、キャッチーなフレーズにしています。でまあ肝心の皆さん気になるドロップだと思うんですけど、まあ実際言ってみますか。はい、はい、っていう感じで、これ僕自身も結構気に入ってるんですけど、うん、本当に王道なプログレッシブハウスだったり EDM 全盛の時のフェスティバルソングって感じで、でドロップはサビ以上に盛り上げるぞっていう感じでエレクトロなイメージで作っています。でリードはねこんな感じです。はい、でこのリードがドゥドゥドゥの時に、なんかトゥーンとかドゥーンとか入ってると思うんですけど、それは、ピッチをねこうコントロールして作っています。例えばこれだったら、はい、ここはもうドゥルーってピッチを上げてるんですね、オクターブ上まで。で、はい、逆にこっちはシューンって落としています。こういうのをコントロールしながら、やっていますね。一個ずつ聞くと、はい、次、はい、はい、今度はピッチが何もずれていない、動かしていないバージョン、ストレートなリードですね。はい、これもちょっと落としている。はい、これもストレートな感じを合わせると、はい、みたいな感じになっています。パンをね、これ作曲やってる人はここら辺悩むところだと思うんですけど、僕はね結構パンをね動かしています。左右にちょっとずつずらしたりとか、まあビートだったら実際のドラム隊の構成だったらどのぐらいの位置にいそうかなっていうのを自分で動かして見ることで、だいぶね音に奥行きというか隙間が生まれるんですね。それを僕は結構使っています。なのでこれもピッチが上がる方のリードは4つだけ左側に動かしてとか、じゃあ逆にこっちはここだけ5個分ぐらい右に寄せてとかってやっております。そうだな、この辺はいろいろやってるんですけど、まあ難しいところもあるので、まあ今度に置いといて、まあもし気になる人がいれば、はい、改めて解説します。ドロップ、はい、ドロップの各小節の頭にファーン、小節の頭にファーンファーンファーンって入れています。はい、はい、でこれも、さっき言ったみたいにディレイをかけていますね。ディレイをかけて、遅らせて余韻を残しながら落としていっています。小節というかドロップ全体にこのコードをファン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 って鳴らしても全然いいと思うんですけど、僕は今回は、各小節の頭にこうパーンパーンみたいなアクセントですね、アクセントでグルーヴをつけたいなって思ったのでこんな感じにしています。でベースはさっきまで聞いてもらってた2つのこのミッドベースと、はい、このサブベースに合わせて、こいつが出てきます。はい、みたいなのが出てきていて、疾走感を生んでいるんですね。1個目と2個目のベースは、はい、ワーン、ワーン、だったのに対して、これは刻みがね、ダダ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 ダって刻まれていることで、これもグルーヴを生んでいます。これで疾走感を出している、速い感じを出していますね。でまあここのポイントは、
バイナルストップみたいな、あのドゥ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 ンってあのレコードを止めてるような作用を使っています。はい、っていう EDM でよくある下りのやつをやってみますね。はい、でビートに関してはみたいなことをやっています。僕ね、普段は結構これポイントなのが、キックとサブベースは僕はモノにしてやってるんで、まあ、モノですよっていう風にやってから、イントロはね少しこっちの方まで下を削って、で本編になると、まあ、ドロップですね、ドロップのところは下41かぐらいは切れてねっていう感じでやっています。で、まあ、一番作曲してる時に EDM でポイントになってくるローエンドの処理、ベースとキックの処理みたいなところだと思うんですけど、僕はね LFO ツールを使ってます。今回こんな感じでキックが、入ってくる時だけダッキングして戻ってねみたいな感じなんですけど、曲によっては、オートメーションでボリュームを書く時もあります。こうシュッとね、そっちの方が、綺麗にはまる時もあるし、コンプでサイドチェーン使う時もあるし、こういう、まあ、LFO ツールとか有名なとこだと2キロメロのキックスタートとか使ってコントロールする時もあるんですけど、それぞれハマる時が別々なので、まあ、今回は LFO ツールを使いました。で、まあ、合わせると、はい、でもうなんかビートとベースだけで乗れる感じを作ったら、僕はね次にコードを乗っけました。はい、で各小節の頭で、はい、なんでこんなグルーヴにしてるかっていうと、基本的にこういうジャンルは、前乗りですよね。前乗りで縦でこうドン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 っていうグルーヴにしたいので、全てを前に置いてます。前とか159とか小節の頭に置くことで前乗りのグルーヴを作っています。で最後にリード、はい、みたいな感じになっています。で後半になると、このね今聞こえてきたと思うんですけど、このはい、このフーバーって言われるやつですね。カシミアのサウンドバッグにも入ってるんで、皆さん、使ってみてほしいんですけど、僕は今回これにしました。実際に弾いてもいいと思います。はい、これもピッチの上下が入ってるので、これで変化を少し加えることで、耳にね引っかかりを作っています。二回し目でも飽きさせないみたいな、うん、あとは二回し目で入っているもので言うと、はい、ウルトラソニックという、会社のねサウンドパックに入っているこのタムを使って軽く EQ 処理しつつ、まあ、EQ でちょっとね、濁ってるところだけを削らせて、あとは少し強調するためにサーチュレーションかけて、コンプで少し叩いてって感じですねをやりました。はい、みたいな感じですね。であとはまあ最初かイントロ、はい、聞いてもらったら分かると思うんですけど、サビとね、サビとドロップの明るい感じから一転、やっぱり、最初のメロディーの部分は、少し物悲しげに歌うボーカルの印象だったので、それに合わせてこちらも少しダークというか大人な感じのサウンドデザインにしています。はい、こんな感じですね。でピアノはまあ今回はネクサスのバラードピアノを使っています。バラードピアノだったよな、
あ、グランドピアノでした。はい、ネクサスのグランドピアノを使っています。でこれたまに僕使いますね。グランドピアノは結構ストレートに使えるんでいいと思います。あとは僕使うのはアリシア・キースのピアノとか、あとはもちろん M1 とかも使いますし、そのジャンルによって使い分けしてます。でこれ、ピアノセントリックっていうプラグインなんですけど、カシミヤがね、紹介しててストリーミングで、もう1年半ぐらい前ですかね、で紹介してて、それから使ってるんですけど、このグレッグウェルズのピアノセントリック、これめっちゃおすすめですね。ピアノが立ちます綺麗に、はい、でまあ軽くちょっとうるさそうなところだけへこませて、上にキャラクターを作りつつ、フィルターをこうかけることで、なんていうんですかね、フィルターピアノ、このフワーンっていう、そこで物悲しげな感じをより表現している。これが多分ね、フィルターついてないと、はい、ちょっと明るくなっちゃうんですよね、印象が。なのでちょっと暗くしました。で、これはパッドを入れています。はい、はい、でパッドも少しコンプで叩いているっていう感じですね。うん、であとは、ベース、ちょっと聞いてもらえますか。これメロディーの前半部分は、暗い感じで始めたかったので、あまり聞こえのないようなサブの帯域にあるようなシンプルなサインベースを使ってます。で後半になるとエレクトリック E ベースですね、はい、普通の、電子ベースみたいなのが入ってきます。なのでこんな感じです。前半、はい、で後半いきます。はい、ということで後半のベースの音が違ったと思うんですけど、後半は、はい、というちょっとね、あのなんていうのかな、ポップスな、ポップな、ちょっと浜崎あゆみさんのイメージに近づけた感じですね。でその前にスライド、ベースのスライドのボーンっていう、実際に演奏している時にいきなりもうベース今から行くぜみたいなのを、サンプルで使ってます。はい、で合わせると、はい、みたいな感じになります。でこれ少しライブ感が出たかなと。で、メロディーの後半部分からサビの部分、歌サビですね。はい、という感じで原曲もそうなんですけど、メロディーの部分の少し物悲しげなところからサビは一気に開いて明るくなるということなので、一回じゃあアカペラなしでトラックだけ聴いてみましょう。はい、という感じで、聞こえてきたのがこれですね。はい、うーんっていう風にゆっくり一発目のこのコードのね、はい、この太陽をイメージした明るく弾けるような音の、リバースした音を入れて、今から変わるよってゆっくりふーんって雰囲気を出してからパチンと明るい雰囲気に持ってっています。はい、なので、どうやって盛り上げて歌サビから音サビにつなげていこうかっていう感じですね。なので流れで聞いてもらいましょう。はい、
みたいな感じですかね。うん、今回僕はこんな感じの構成で浜崎あゆみさんのフェアリーランドをリミックスさせてもらいました。ね、実は、あんまりこう楽曲そのものだと聞こえないんだけど、隠れてる音ってこういう風にあるんだっていうのが分かってもらえたと思います。今回はざっくりと説明させてもらいましたけど、もしリクエストがあれば一個一個の処理についてとか、これこんな風にやるといいよなんて DTM の詳しいところに関しても説明していければいいなと思います。なのでもし今回のこの説明を見てですね、気になった方は、浜崎あゆみさんのフェアリーランドベイビーティーリミックス、この前の動画にねありますので、ぜひチェックしてみてもらいたいなと思います。僕自身も気に入ってるので、これからの季節にぴったりな感じになってます。で、最後はね、これコメントいただけて嬉しかったんですけど、今回はねエクステンドミックスなので、このバージョンには収録されてないんですけど、もともとアップロードしたこの動画で聴けるバージョンには最後がピアノだけになって、ピアノとアカペラだけになってるんですね。でテンポも落としてるんですけど、ここでね、浜崎あゆみさんのあの歌詞に合ってるような状況が今のコロナの状況とすごくマッチするというか、リンクしてくる部分が自分の中で感じ取れたので、歌詞に合わせて、まあ、あの夏の日、楽しい夏の日が戻ってくればいいのになという叙情的な締めで終わっているので、そこもぜひ注目してもらいたいなと思います。また作曲についてもですね、詳しく説明を していこうと思うので、引き続き作曲が気になる方も、どんな風に曲作ってるんだろうなんていう方もですね、この DJ ハックスの動画をチェックしてもらえればいいなと思います。それではベイビーティーでした。